国家を取り締まるための法律。あなたは日本国憲法を読んだことがありますか多分多くの人が読んだことがないと思います。それなのに私たちはどうかするとそろそろ憲法改正の時期だとか勝手なことを言っています。読んだこともないのに改正せよなどかなりおかしな話です。私たちは あまりにも自分の国の憲法を馬鹿にしすぎているのです。私が日本の問題点の最初に挙げたのは、日本国憲法がどれだけ重要なのかを皆さんに分かってほしいからです。もちろん、今の憲法はアメリカによって押し付けられたものだから、そろそろ自国で作ろう、という意見もわかります。ごく普通の国家として、軍隊を持つべきであり、そのために第9条を変えるべきだ、という意見もわかります。 しかしその前に私たちがしなければいけないのは日本国憲法を読むというごく当たり前のことです。そうすればこの憲法がどういうものかがおのずとわかってきます。憲法を変えるのはそれからです。というよりも憲法とは何かをわかっていないからいつまで経っても変えることもできないし自信を持って変える必要がないとも言えないのです。ちなみに自信を持ってとは よくいる球場論者のように世界の情勢も見ずやみこむに変えないことを主張する態度を言うものではありませんので誤解なきようにともかく一刻も早く自分の目で自分の国の憲法を確かめてみなければいけませんそうすればその重要性はおのずと見えてくるはずですなぜなら憲法とは国民が国家を取り締まるための法律だからです 日本国憲法の成り立ち日本国憲法の成り立ちについてはこれまでも多くの書物が出版されていますそういった本を読むと GHQ によって作られたとか第9条の部分はマッカーサーが直接書いたとかあるいはもともとはフィリピン憲法だったとか様々なことが書かれています実際それはほぼ本当のことでしょう確かに日本国憲法は GHQ が作って私たちに押し付けられたものだと言えます。しかし、だからそれが何だというのでしょうか。素晴らしいもの、あるいは素晴らしい部分があるなら、それを有効活用すればいいだけの話で、日本人はそうやってこれまでも海外の文化を吸収してきたはずです。さらに、戦後60年以上、この憲法でやってきて、これだけの経済成長を果たしてきているのです。 全否定すする方が間違っていますつまり誰が作ろうがそんなことはどうでもいいのです問題はその中身であるということです憲法のルーツ日本国憲法の中身について語る前にそもそも憲法とはどういうものかということからお話ししなければなりません世界で一番最初に成分化された憲法 それはアメリカ合衆国憲法です。ですから憲法の歴史はそれほど古いものではありません。つまり、いわゆる法律とは全く異質のものであるということをまず認識してください。では、先に法律とは一体どういうものであるかを軽く検証してみましょう。私たちの生活は今法律の上に成り立っていますが、それはどうやってできたものでしょうか 官僚たちが作ったもの、あるいは古門老の集積によって作られたものというのは間違いではありませんが、その根本は一つで、王が王のために作った、王が得するもの、それが法律になります。このことは日本の歴史、世界の歴史を紐解いてみればわかるでしょう。国家とは、ある地域を制圧したものが地域の多さとなり、さらに地域の多さは、 周辺を征服することによって一つの国を作り王となります。王が戦争で勝つことでさらに土地が増えそこで土地を治めるためのルールが必要となってできたのが法律です。つまり最初に王ありきなのです。それはヨーロッパでもアジアでも変わりありません。こういう成り立ちで法律が作られる以上それは王あるいは 王家一族の利益を守るためのものになるのは当たり前なのです。